イルは敵の第一陣を退けたものの、依然危機的状況は変わっていない。故郷を守るために立ち上がったフィオーレ中の魔導士ギルドを味方につけ、メイビスは次なる作戦を打ち出していく。そんな中、夏はハッピーと共に西の空を駆けていくのだった。次回、夏 VS ゼレフ。訪れる死の予感に黒の魔導士は静かに笑う。